今尾城は岐阜県海津市の中世の日本の城、伊比川左岩に位置する。遺構はほとんど残っておらず、敷地の一部は海津市立今尾小学校になっている。文明年間に斎藤氏の家臣、中島重長が築城し、以降4代70年以上にわたって居城としたとされる。1567年には織田信長の命で駒の城主だった。 高木貞久が上司となった。この後は森寺氏や徳良氏が居城したとされ、1583年頃は森寺忠勝が常番となっていた。翌1584年には小牧、長久手の戦いの恩賞として吉村敷地に今尾城一帯が与えられた。その後、1587年に市橋長勝が上司となり、1599年には、 当地で一万国を領している。長勝は、翌1600年には、関ヶ原の戦いの功績で一万国を活用された。あと、1608年に、宝規国八橋藩に移法された。代わって、竹越正信が当地で、今尾藩主となると、今尾城は廃されて跡地に、今尾陣屋が設けられ、敷地の南、東、北に堀を、西には包みを築いた。 マサノブは1619年に1万国を、加増されて3万国となると1622年からは、今尾に住み、以降は代々犬山藩の成瀬氏と共に、オワ藩の不我老として、藩政を支えた。売信のため、今尾藩は正式な藩ではなかったが、1868年に立藩が、認められ、1万国をオワ藩に返還して2万国の藩となった。なお、 1871年に廃藩されている。岐阜県海津市平田町今尾4434、新鮮美野市など年府省2月1日、吉村明治中東宛、織田信長衆院上天章11年4月12日付、域中寺宛、橋場秀吉所上天章12年4月6日、織田信織上初代名、旗本文元町、恩栄六、農州巡後期。 ありがとうございます。